今後令和の虎に関わることってありますかという質問です。今後令和の虎に関わることどうでしょうねありますといえばあります。な、ま、ん、あ、でかっていうと関わってるんですよね今でもその。前の動画でも出したんですけどすでに僕がお金出してる志願者の方とかお金今後出す予定で調整中である志願者の方とか。 オールになっっった志願者のの方との関わりって今もあってでその志願者には他の虎の方も一緒にお金出したりしててでその志願者の方や虎の方っていうのは令和の虎ファミリーの一員なわけでまあだから僕がその関わりが結局令和の虎コミュニティからこうつながってるビジネスとの関わりが投資家としてとか株主としてとかまああるいは。 貸主お金の貸主としてあったりするんでそこはもう誠実に関わっていくっていうもちろん相手がそのやっぱりやめたいとか望まなければそれは邪魔になりたくないんで分かりましたっていう話はするしてきたんですけどやっぱり関わりがだからなくなることはないですよねしかもそこでできた人間関係ってやっぱり財産なんで今後関わらないっていうことはないですしチャンネルとしてね今も収録されてたもともと収録されてた動画 流してててもらってて僕も出てますし完全にっていう意味では切ってもう切れない関係だと僕は、えー、思ってます。